イーグルでちょっと測ってみようと思います。はい、めっちゃホール。151.4 ヤードの高低差入れて 144.2 ヤードです。大手国内メーカーの距離計で150ヤード、ほぼほぼ差はないですね。防水機能がついてるので雨が降っても大丈夫。15,800円でこれだけの性能、ほんと早いね。ほんと早かったよね。火に合うまでピンイーグル、ぜひチェックしてみてください。こんにちは、チェンです。ゆっこです。はい、今回はですね、はい、飯塚千恵先生によるレッスン動画になっています。はい、はい、今回はですね、ドライバー初心者に向けた特別なレッスン動画になっています。その内容はですね、はい、初心者がドライバーで絶対に意識しないといけないことについてです。なんだろうね、うん、ね、私も撮影して現場にいたんだけど、もう覚えてない、はい、だからこの動画見て、はい、私もね、もう一回思い出したいなと、うん、そうですね、はい、すごいいいこと言ってたし、うんうん、へーって思う、やってみたいなと思うこととか結構、なるほど、チェ先生のレッスンある、はい、これからね、ゴルフやってみたいな、始めたいなって思う方にも見ていただきたい動画になってますね。やっぱ始めた方は、もうドライバーいかにこうナイスショットというか、うまく打てるかみたいなのがね、やっぱ大事だと思うんで。めっちゃわかる。ね、あれが今日一のショット何回あったかみたいな、楽しい、気持ちいいやつね。と思うので、この動画をね、はい、最後まで見ていただいて、ドライバーのショット、良くなるようになったらいいなと思いますね。はい、はい、ということでね、見たいと思います、早速。はい。はい、それではお願いします。お願いします。今回の動画はドライバーで意識しないといけない3つのことのお話をしていきたいと思います。まずドライバーはですね、はい、構える時にポンって置いてしまうとフェースがいきなりガバッと開いちゃうんですね。ポンと地面に置いてあげるだけだとフェースが開いた状態です。このまま構えて打ってしまうと開く側の感性が強いのでスライスや右プッシュ出ちゃうんですね。はい、なので地面にポッと置くのではなくスクエアの状態を作って置いてあげます。しかしこのスクエアって何かなっていう話ですよね。はい、皆さんスクエアに構える方法、知ってますか？ドライバーってこのフェースの面重心をこうキャッチしたまんま構えると少し見た目はかぶって見えます。はい、じゃあこれ見た目だけで自分でやるの不安ですよね。なのでそこで有名なティーチングプロの森森博さんや伊沢秀則プロたちがやってる方法としては肩にクラブを置いてあげて、はい、重心がまっすぐだったところでキューッと持ってきます。はい、いきますよ。重心をまっすぐになったところでグーッと持ってくると、はい、ちょっとかぶってる。そうですね、ちょっとかぶった状態になります。この状態で置いてあげます。はい、一つ目はこのアドレスにフェースが開かないで構えられることがとっても重要になってきます。はい、そして二つ目はドライバーになると長いですよね、他のクラブより長いし、さらに重い重りがついてますよね。なので長ければ長いほど振り子の運動を入れていかないとうまく打つことができないということで、連続素振りをスタート前にやっていただければなと思います。なので2つ目の意識しなければいけないことは振り子の動作を入れていくです。はい、振り子の動作を入れていくためには連続で素振りしていきます。はい、このような形で連続で素振りしていただけると、はい、振り子の動作が入っていきます。振り子ですね、重力によって繰り返される動きを入れていってください。はい、そして3つ目、これはですね、どのクラブでも一緒なんですが、特にドライバー構えたらすぐ打ってください。皆さん緊張しますよね、Gショット。そうですね、はい、これドライバーが結構
イップスになってしまったり、こうなかなか打てないって方が多いんですね。なので初心者の方やゴルフ始めた方はすぐ打っちゃう癖をつけていただければなと思います。ではどのぐらいすぐなのかっていうのをやってみたいと思います。はい、まず構えます。はい、構えてターゲット見ます。ターゲット見て顔を戻したらすぐスタートです。はい、こういった形でターゲットを見て顔を戻したらすぐテイクバックを始めてください。初心者の方や、まだゴルフ始めたばっかりの方も、やっていただけると上級者になった時に固まらずに、動きがスムーズになるので、ぜひ、上級者の方も、初心者の方もぜひ試してみてください。はい、3つ目は構えてからすぐ打つでした。はい、ありがとうございます。はい、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。今回の初心者がドライバーで絶対に意識しないといけないことはいかがだったでしょうか。そうですね、うん、私の友達が、職場のねお友達がね、2人ほどねゴルフ始めたいって言ってるの。おお、まさしく、なので、ちょっとねこの動画をねもう早速見たまえと、そう見たまえ見たまえとちょっとねおすすめしようと思います。そうですね、はい、やっぱりねドライバーがね最初のティーショットがやっぱいいと、なんか他が悪くても最初のゴルフ始めたって面白いからね、そうそうそう、やっぱね、ドライバー一番ね、最初大事だよね、めっちゃ大事、はい、まあ、これはね、飛距離も抜群に伸ばすことができるので、皆さんぜひ、練習で実践してみてください。してみてください。はい。はい。この動画がいいなと思った方は、チャンネル登録と高評価とコメントをよろしくお願いします。はい、お願いします。それでは次回の動画もお楽しみに。お楽しみに。